今日はみくるくんはちょっと体調不良でいないんですけど、あのこのオープニングしてる時も一応コメント欄見えてるんですけど、そうですね、そう、あの前回僕だけでしたっけ、あれ、俺も、あ、そう言いましたよね、下ネタだったじゃないですか、うん、前回覚えてやがったかとか思ってくっそ覚えてないと思ってたんですけどね、すいません、あの下ネタの今日はあのみくるくんいないんでちょっとコメントに助けていただく回なので、どんどんコメントしてください、マジ何でもいいんでお願いします、本当にどんどん拾うんで、すいませんね、ちょっとあのみくるくんいないと多分しけると思うんですよね、なんとなくね、ちょっとそんな気がするんで、そう、まあ、困った時はこれをチーンってやるんで、そうなんかベルを置いてあったんで、ちょうどこれオチ見つかんないなってなったら飲ますじゃん飲ますじゃん、誰みくるいないからめっちゃ飲ませたがりやない、車持ってる、あれ持ってないです、まあいいや、とりあえず自己紹介しましょう、自己紹介、はい、じゃあ僕からちょっと順番変わってるな、これ僕真ん中にする、これ席替えします、これなんか ID とさこれ違うじゃないですか、あ、本当だ、まあいいか、まあいいや、まあとりあえず僕からいきます、僕ユナイテッドディアーズの葵と申します、よろしくお願いいたします、これ ID が W04W で、ちょっとあの今日僕思ったんですよ、この間お部屋掃除しててめっちゃ、はい、そしたらこれ何っていうのがあって、これワンチャンなんかこれ本当に捨てたいんですけど、はい、捨てるのもったいないんですよ、だからワンチャン連絡くれればあげるよって言ったら連絡来るんじゃないかっていう勝手に一人でおうちで考えてたんで、ちょっとどんどん LINE してください、すいません、いらないもんどんどんあげちゃうんですね、そう、来てくれたらこれあげるよみたいなそれ後で言いますね、ちょっと後で詳しく、天が多分、天が使う人、このリスナーさんじゃねえな、視聴者さんには多分使う必要ないと思うんで大丈夫です、どうぞ、どうも、葵の沖田、すみません、はい、沖田総司です、で、なんかそのID のなんか話だったんで ID ひまわり6650ってしたんですけど、これちょっと俺前中学ぐらいの時に YouTube のアカウントの ID がひまわり6650で、それでちょっと調べてみたら面白いの出てくるんで、ちょっと見てみてください、 YouTuber ですか、一応 YouTuber ではないんですけど、なんか乗ってましたね、何くれるの、荒れる、どうぞ、荒れるってこれ誰か見てるんだこれどうぞ、あ、どうも、ビューティー&ビーストの神木真央です、僕のね、LINE の ID は電話番号なんで、あ、そうですよね、 ID なんかないって言ってますよね、電話番号兼 LINE の ID、 あ、ほんとだ、あ、なるほどね、あの検索するとってやつですよね、電話してくれたらこれなるんでねちょっとやってみたいですよね、僕がしようかな、じゃあ今出るでっていうで、完全に出ますね今かけてきたら出ます出ますよ、完全にでですね、僕なんか最近おうちマジで僕一人暮らしの寮じゃなくて一人暮らしで、去年ぐらいに本当にこっち来たんですよ、僕地元が横浜で、そっから来るって言って、でその時に僕めっちゃなんだっけな、スヌーピーが大好きで、でそう一人暮らしの引っ越し祝いに何かちょうだいって言ったら、僕一人暮らしって言ったら本当にケトルがあればなんとかなると思ったんですよ実際ありません？ケトルってお湯速攻で置くやつ、そう、あーあれ、あれはもう何でもできるかなみたいな、だから友達にケトルを頼んで、ちょっと引っ越し祝いにケトル買ってですね、スヌーピーがいいんだけどって言ってスヌーピー柄のケトルをもらったんですよ、でももう使わない、もう使わない、いらない、それをあげます、なんと引っ越し祝いにもらったスヌーピーのケトルあげます、はい、全然あげます、もういらない、もうね、そこら辺にファって置いてあるからね、ティファールほどいいものじゃないんですけど、まあなんかそれでなんかお水、なんか東京のお水ってまずそうじゃないですか水道から出てくるそこ下痢になりましたもん、こっちでそう、絶対汚いって思うから、多分それをどうしようとか思って、でなんか水道水しかないから、もうウォーターサーバーみたいなのあるじゃない、ウォータークララみたいな、よくわかんないやつ、あれをちょっと僕は買ってしまって、はい、もうケトルなんて使わなくても実際一瞬でお湯出るんで本当にケトルじゃないですかね、ケトルでも一瞬、そんな一瞬なんですか、もう湧いてるのが多分蓄積っていうか、なんか水タンクあって、多分その下になんかもう熱湯されてるのあるんだよね多分ね、これすごいっすよね、そうだからもうなんか最近札幌一番の安いラーメンが食べたくて、最近よちょっと前までずっとそこら辺のラーメン屋さん行ってたんですけど、美味しいラーメン屋さんなんかあるじゃないですか、はいはいはい、でもなんか実際久しぶりに札幌一番の塩ラーメンが食べたくて、すごい
だからもうずっと食べてますね、そればっか。お湯も沸いてるから沸くす時間もいらないから、そのまま測って、そう測って鍋入れるだけ。え、じゃあ一人暮らしの時はずっと家でカップラーメンとか持って。いや、本当にカップラーメンか札幌一番か白いお米か。米自分で炊くんですか？米は自分で炊けますね。いや、俺も一人暮らしと寮なんですよ。あ、え？両方やってるんですよ。あ、そうなの？気分で、気分で。すごいな。一人になりたい時に帰ったりとかしてて。はいはいはい。ですけど、なんかそうやってると米炊いて仕事行くじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、今日めんどくさいから寮でいいやと。寮で寝て、で次やばいですね。また泊まって次に帰ったりすると、もうね。炊飯器中がもうなんかナウシカみたいになってる。全然わかんない。カビだらけみたいな。カビだらけ。紫、緑、オレンジ。やだ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 。ああなってもそっこしてましたね。いやもうその炊飯器のお釜すらもう使いたくないですよ。もう無理と思って。そうなりますね、でも。実際もう本当にやだ。なんか僕だけ全然部屋見してない。まあいいや。え、ラーメン屋さんどこ行きます？ラーメン、この辺の、なんかいろいろあるじゃないですか。ワクラ。ワクラ。ワクラめっちゃうまい。わかんないんですけど、どこだろう。ワクラギラギラガールズ。ギラギラガールズ。ギラギラガールズじゃねえ。あのロボットなんちゃら。ロボットロボットレストラン。ロボットレストランね。横にあるんですけど。うん、超うまいぞ、豚骨で。あ、本当ですか？今度連れてってください。水をドバドバ。よろしくお願いします。じゃあ、いつも。竹虎とか行きます。竹虎行きます。竹虎うまいですね。それで、うん、で下ネタはっていうコメントをどうします？なんかあります？じゃあフェチの話しましょうか。フェチいいっすね。フェチなんかありますか？じゃあ。これあれやん、ね。お尻。お尻？うん、なお尻の良さは？キュッてなってるのがいいんですよ。はい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 。それを下からペンペンってやるのが。すげえ気持ちいいなるほど。お尻フェチ多いですかね。お尻フェチ多いんですか。多い気がしますね。もう葵も変態ばっかなんで。あ、そうなんですか。みんな大体本当ですか。もう僕昨日寮先輩の寮に遊びに行って、でなんか新しく入ってくれた人とかともみんな一緒で、こうやってなんか普通に寮めっちゃ広かったんでそこで話してたんですよ。でなんか下ネタ僕話さなさそうなのにめっちゃ話すよねみたいな話をしてて、で逆に先輩どんなプレーが好きなんですかっていう話なんですよ、うん、そしたらなんか後ろでついてる時になんかお尻を叩くのが好きっていう。あーいますね。 それの何がいいのかマジでわからなくて、こうパーンみたいな。そうなんか後ろについてる時にめっちゃケツを叩いて、でそれは何がいいんですかってさ、なんか良さが2つあると。1つはその叩かれた瞬間の声、声出すんですかそれ。いた、いた、あっっていう、いた、いたみたいな感じ。そう、その時の女の子のこうやってパーンって叩いた時のあの声ね。そうそう、そのね小さい「つ」に「あ」に「あ」に「スラッシュ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 」みたいな。そう、そういうこと。スパンキングってんだ。そう、あ、そうなの。スパンキングって書いてある。へえ、かっこいい名前。で2つ目マジで気持ち悪いって思う。これ見てないと、多分先輩見てないと思うから言うんですけど、それ2つ目がなんか叩いたって叩いた時の叩いてお尻が赤くなる様がいい。へえ、そんな叩くんだ。怖い。赤くなるの。本当になんかパーン叩いた時のそのお尻が赤くなっていく様がいいって。へー、ちょっとよくわかんない。うちの先輩にも見ましたわ。本当ですか。バックでしてて、まあ叩いてると、はいはいはい、女の子がもうどんだけ強く叩いても気持ちよくなるから。え、なんで。その先輩はイラついてグーでグーってやってそれ痛いから音なんないっすよね。ゴスめっちゃハッピー。多分ゴスってドンツーすぎてちょっとなんでグーで言う。掃除で試してみてとかなんか。お、怖いな、怖いな。お尻出します。ちょっと見えないところで。従業員ちょっと勘弁してください、すいません。ちょっといや、僕そういう、その先輩呼んできましょうか、今電話して。すぐ叩きつかない。ちょっと僕じゃ多分無理なんですよね。そう、やめとこうか。前立腺マッサージやってみて。何ですか、前立腺マッサージ。聞いたことあるんですけど、あれ、お尻の穴に、はいはい、指入れるタイプで。お尻の穴に。え、ちょっとやめましょう、この話。ちょっと、これこそ終わり。行って。そう、だからもう本当にちょっと多分ね、このメンバーで言い合っても多分ちょっとねあれだよね。でももう一人いて。うまく持っていかないんです。何ですか？うまく持っていけないですよ。うまく持っていかない。でももう一人いて先輩が。その先輩曰くなんかお尻フェチらしくてやっぱり。で大きい人がいいって言うんですよ。でも大きい人で後ろ、うん？寝バックでやってたら。
もう本当にケツがでかすぎてこうやって入ってても半分ぐらいしか入んないらしくて全く気持ちがないみたいな。だからお尻でかいのはでかいでいいんだけどでかすぎるとマジで入らないよっていうのを言ってましたね。まあ僕はそんなことしないからちょっとわかんないんですけど、お尻がでかすぎるのかその先輩がちょっとちっちゃいのか。あ、そうですね。あ、それはもうね絶対お尻がでかい方でね自分の小ささはちょっとねあの話そらしてたけど多分ワンチャンそうかもしれない。うまいな話のあれがはめられてましたね完全に。ってことでなんかコメント拾いましょうか。ここで今何分ですか。そうでもだいぶコメント遡るけど、そうなんですか、 YouTube の URL に載ってたよ。いや載ってましたね。え、なんでみんな早くない。あれさっき言ったやつちゃうんですか。ああひまわり、あー調べま…え、もう調べたん。早くない。嘘。え、調べた。だいぶ前。だいぶ前。でもなんか言っちゃったけどすっごい見られたくない動画なんどんな、どんな内容なんですか。いや、なんか小4からずっとなんかギターやってたんですよ。あ、すいません、ギターギターやっててやってそうで、それをちょっと調べた、ありがとうございます。ギターの動画だった。あ、ほんまや。それを乗っけたんですけどそれを YouTube になんかめっちゃ見てもらってる、はい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 、パパとママにもう勝手に乗っけられてたんですけど。あ、パパとママが乗っけたんですか。そうや、乗っけられてたんですけど、はい、なんかそれ僕中学の時剣道部だったんですよ。はいはいはい。で中1とかの時丸坊主じゃないですか、もう五輪とかで。え、そうで、そうなんですか。剣道部ですね。それで乗っけてて、はい、すっごい恥ずかしい動画をまず自分の同じ葵の店の従業員にバレて、はい、晒されて、五輪がギター弾いてですか。五輪がギター弾いてめっちゃ気持ち悪いなみたいなそれ言っちゃったで前これみんな見てんのかな。多分見てますね。どんどん見てください。下の方にねちょっとスクロールしていただければ多分見つかると思うんで。すげえやだ。え、どんどん見て感想ください。感想どうでした。すげえやだ。急に再生回数すごいことあの坊主の奥さん。五輪のギタリストどうですか。ちょっと感想可愛かった。あ、ほんとや。やめてくださいよ。結構照れるやつもいるから。本名とか載ってないで大丈夫ですか。本名は載ってないです。あ、大丈夫ですか、はい、じゃあどんどん見てください。全然支障ないんでね、ちょっと感想を聞かせていただければ僕も後で見ます。ちょっと今見ようかな。え、ちょっとちょっとちょっとマジで恥ずかしい。すぐだって僕 YouTube いつも見ますからね。ほんとに見てますね。あ、いいもんいいもん見っけた。あれどこ行った。みんなの源氏名の由来はどうでしょう。おー、どうぞ。俺最初マオだけやったんです。はいあの自分で言うのもすげえ恥ずかしいんですけど、はい、あんまりにも毎日毎日神木真央に、神木隆之介に似てるねって。おお、本当に毎日似てるかも。本当にこれ持ってなくて、本当に毎日言われたからもうつけたれよ思って。おお、もうなんならね、いっそ言われるものならつけたらかなって思って最近最近言われなくなって、はい、ちょいちょい言われ始めたのがジャイアンと白田に似てるねって。それ背がでかいからじゃなくて背がでかいからか。ちょっとしゃくれてんのが似てるそや、ジャイアンとしてめっちゃ飯食うやつですよね。めっちゃ飯食うやつですよね。本当にちょっと今ちょっと待って、いいですよ、ちょっとお話ししてて。エンジナーちょっと怒られた。髪切りですけどことも舐めてるね。舐めてるガチガチのファンの人にはちょっと怒られるかもしれない。でも毎年やったね。髪切りの人がかっこいいですね。かっこいい。すげえ怒られた。ちょい、めっちゃ流してるやん。ちょっと僕見ますか。めっちゃ流してるやん。うわ、はずっ。本当にゴリンですか。いや、もうほぼゴリン。ゴリンが生えてきてる。はずやん、かわいい。もうこれしかも中学とか中1とかぐらいでか。かいい上半身裸でメガネ。ああ、ほんまや。起きた人で新選組のあから来てるわ。そう、そうです。あ、ね、やばいな、これみんな見てると思った。起きた掃除ってあれ、あの銀玉のじゃなくて。あ、それめっちゃ言われるんですよ、新規の時ついた。銀玉じゃなくてですか。銀玉じゃなくて、なんか、はい、退乳の時になんか決めてくださいって言われて。はいはいはい。でも退乳の時だけなのかなって思って、とりあえずなんかその時なんかを見てから来てて、はいはい、で起きた掃除浮かんで、で起きた掃除して、でそしたらもうそのまま入っちゃいました。アニメじゃなくてですか。もうガチのやつ。あ、ガチな方の本物か。本物っす。じゃあ僕最後にちょっとだけいいですか。僕の理由はあれ、これ言ったわ最初の方に。なんか先輩が、ちょっと待ってこれやだな。先輩がなんか僕の先輩に、はい、なんだっけな、アルファベットじゃねえや、なんだっけ、名字にアルファベットつく人がいるから適当に S でいいかなとか思ってやったんですけど、そう、ただそんだけ実際
だから、まあ次は、まあね、ちょっともう CM 行きましょう。どうぞ。CM の振りが雑すぎてもう頭めっちゃ回転させたんやけど全然ダメ。なんか最近僕やってか聞いてくださいよ、今日この洋服あるじゃないですか、絶対今日赤だったら絶対目立つとか思って着てきたんですよ。これ何でしたっけ？シンプソン。バーバパパ。シンプソン。シンプソン。バーバパパ。バーバパパってめっちゃ懐かしい。え、何でしたっけそれ。シンプソン。シンプソン。これね、今日もっとこれ丈こんくらいあったんですよ実際。でもこうやって重ね着したくてどうしたらもうだからもうワンチャン切っちゃおうとか思って、あ、切ったハサミでビッてやってビリビリビリってお家でやってきた結果これ、へえ、でも切ったように見えないっすね。何青いしっかりしろ。バイミクロ、ミクロくんと絶対いるだろうこの子絶対いるだろう絶対いんだろう、どこいるあれ不調って言ってたんだけどおかしいなそう、最近の放送ってでもスーツですよ。そう、うちは毎週金曜日スーツで、ね、あ、そうなんですか。そういうのありますよね。あとみんな私服なんですけど、僕も毎週日曜日スーツだな。葵はもう毎日スーツです。あ、本当ですか。はい。え、今日この後着替えるんですか。着替えます。店行って毎回みんな着替えてるんですよ。へぇー。なんかちゃんと洗ってます。ワイシャツ、ね、ワイシャツはもう常にもう週5枚持って。あー、なるほどね、なるほどね。絶対ここら辺黄ばんでるしな。じゃいや、絶対もうあんまり見たくないですよね、それはちょっと今日チェックしてくださ い, チェックしい。あ、今日もし例えば初回行った時にね、ちょっと脇、腕上げてって確認してください。で、あの、ちゃんとね、あの、多分お店暗いと思うんで、あの、ちゃんと iPhone のライト使って、ね、そう、ライト使わないと分かんないから絶対見てもらっていい。それで黄色かったらもう最悪ですね。そしたら、あの、ちゃんとおっ、おっていう反応してくださいね。それかワンちゃんも洗っててシャーなしかもしれないからちょっと匂い嗅いでみましょう。そこはでも僕めっちゃ匂いフェチなんですよ、そういえば。あ、そんな匂い。そう、これみんなに言ってるんですけど、僕すごい多分匂いフェチの方いますよね、多分いっぱい。で、僕女の子の髪の匂いが好きというよりかは、僕女の子の頭皮の匂いがめっちゃ好きなんですよ。わ、ちょっとディープな、ディープな話ってもうないけど、頭皮の匂い。そう、わかります、頭皮の匂い。僕じゃあ頭皮だからもう偽れない匂いなんですよ、うん、頭皮っていうのは。まあシャンプーしてもいいんだけど、シャンプーしたらあの髪の毛がいい匂いになるだけで、うん、頭皮はいい匂いにはならないから、こうやってもし本当に好きな人ができたら、もう本当にこうやって髪の毛嗅ぎ分けてめっちゃ頭皮匂う脇がみたいな匂いしたらどうします？頭皮からそしたらちょっと嫌いになるわそしたら嫌いになる、ごめんね今回洗ってない頭皮の匂い。あー、でも嗅げるかもしれない、本当に。これはこういう感じ、本当に嗅げる。もう本当に好きだったらね。ちょっと臭いぐらいがいいんです。そう、ちょっと人間的な匂い、ね、そう、人間的な匂い。もうちょっと、あの、だから例えば一緒にお風、あの、例えば一緒に女の子寝るってなって、で、一緒に寝ようって言って、ちょっとお風呂入ってくるねって言ってお風呂入ってくるじゃないですか。でも本当、できればの話、もうなんか毛先の方だけ洗ってほしい、できればもう、あ、頭皮洗わずに。そう、頭皮はもうなんかその一日のあの、頭皮ってなんだかんだ汗かくから、うん、なんだかんだの汗がある状態の頭皮を嗅ぎたい。なるほど。そう、獣的な匂いがする。どうなんだろうね。じゃあ3日ぐらい洗ってないやついけますね。どうだろう、ちょっとやってみたいできれば3日洗わずに来てください、初回お願いします。洗わずに、ちょっとね、ちょっと嗅いでみたいマジで夏とかひどそうですか
時期はきついな。お願いします。ちょっと書かせてもらいたいね。あと僕最近思うのが、ちょっと年いかれてるっておかしいな、30代手前とか30代前半ぐらいの方の二の腕がめっちゃ気持ちいい。わかりません？あのプニプニした感じ。そう、ちょっと垂れてる感じ。あ、なんよ、来たって。来たね、来たね、あ、来たねか。目が悪くて。そう、垂れてる感じめっちゃいい。だから本当に多分初回来てくれたらもうずっと多分二の腕触ってるかもしれない。めっちゃ気持ちいい。だからちょっと腕上げててっていつも言ってるんですよ。ちょっと腕上げて。デブ、多分ね、僕のあれ経験からいくと、デブの肌はちょっと硬い。わかります？そうなの。ちょっと弾力があるというか。めっちゃデブじゃないですかそれ。あ、そうなのかな。ガリは多分ない。ガリガリは多分ないね。父が垂れてる感じ。父が垂れてる感じの方を僕は抱いたことがないから、ちょっと先輩お願いします。でも垂れてる人って本当ここまで垂れてたりしますね。そう。この子。普通こことか。怖い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 。ここまでを見たことがある。見たことがある。生で見たこと。本当なんかもうこんなになりそうっすよ。こんなになりそうっすよ。ジャンプとかして。やだやだ。どうなんだろう。でも僕割となんかおっぱいフェチっていっぱいいるじゃないですか。多いっすね。おっぱい好きおっぱい好き言う人いるじゃないですか。マジでも僕みんながどんなものなのかってマジでわかんないですよ。あのアベレージというか。あ、そう、大体な、大体多分普通が C とか言います。そうですね、普通 C ぐらいじゃないですか。でも C とか言って C 意外にある感あるじゃないですか、うん、C 私あるよみたいな言う人いません？いない？私 C ってちょっとドヤ顔で言う人そう、あーごめん C 普通だろみたいな。C ある方なんでしょ。じゃあ普通が C で、普通が C だったらじゃあ B になるの。 B はなくない？ B もちっちゃくない？ B ってどんな感じなんですか？ B ってどんな感じですか？手で手で表してください。手で小学校のとかにあったあの何消火栓のあの赤いランプ、あああああ、あるあるある。あれ B ですか？あれがなんか A、 あれ A、 A、 A か B、 割ととんがってない？どっちかって聞いたことがある。え、じゃあみんなここだけの話でもう、名前とか出ないからちょっと書きましょう。アルファベットだけ一文字一文字ずつで、そう、ちょっとね、ワンチャン C の人だけ来てほしい。 C 意外にあるよとか言ってドヤ顔されたい僕。 H、 HA B C D E F G H、 8個目。すげえ。8個目。これ毎回あれしません？なんか F とか言ったら A B C やりますよね。これちゃんと指つける。指で書く。これ絶対これ誰でもやる多分。あのね F とか言われてね、え、何が F ってなるから。何個やん。A B C D E F G H 9。もうやるな。え、一番上ちょっと W じゃないこれ。A B C W 怖くない？ G。 本当にだ、え、何？今 A カップより D カップの方が多いらしいです。え？ A とか言っちゃった。A にかけてる。K。Z。絶対嘘やん。怖いわ。怖いわ。だからミクル君は風邪だって。もう見てて。いや、ほん。あおいおこごめん間違えた。ちょっと調子乗った、ごめんね。ちょっとごめん、ちょっとちょっと調子乗ったらちょっと咳込んでしまった。大丈夫かな。咳が最近すごくて、なんか最近痰がすごくて。ああ、自分っすね。コーコーとか言ってなんか痰がもうなんかこの辺まで出てくるから、ペッてやるとなんか真っ黄色、もうなんか変なもう固まってる固形物みたいなのが出てきてる。固まってる。鼻水なんじゃねえかな。マジで固まる。そういえばちょっと僕ちょっとここで最後だけ一つ言っていいですか。僕なんかこの間僕ドンキでちょうどボディーソープがなくなってしまって、うん、でボディーソープ探してたんですよ、うん、そしたらなんかミルクめっちゃ入ってるみたいな、敏感肌用、あ、乾燥肌用みたいな、わけのわからんなんか割とデカめの牛のロゴが書いてあるボディーソープを買ったんですよ。でなんかめっちゃ肌ツルツルになるかなとか思ってそれ買って、でこれで絶対お家帰って速攻洗おうとか思ってしょっぱなやったらめっちゃ精神みたいな、なんかそんな感じなんか、あれってなんか、まあ、なんて言うんだろうな、なんか中に
ドロドロのものがあって周りになんか液があるみたいな、わかるかなその感じ。え、こう振らないとダメみたいな。いや、わかんない、なんだろう、匂いなわけないだろ普通に。匂いがそれだったらもう速攻捨てるね。そう、ドロドロでなんか白い、なんかね、もうドロドロしてんので、しょっぱなこうやって洗って、こうやって言った瞬間マジほんと1分ぐらいこれ悩んで、これで洗うのかなとか思って一瞬これで本当にお風呂場ですっぽんぽんでこうやって立ってこうやって見てて、1分ぐらい、そう1分ぐらいもう友達だよね普通に。あ、ドンキ多分どこでもって、あのちょっと一瞬本当にその1分間の中で匂うかなって、本当に匂い嗅いだ実際。でもこれはなんかまあ普通に石鹸の匂いだなっていうのでもう洗ってます。だから毎日多分10プッシュぐらいやって速攻なくそうとか思って。もう結構でかいやつですよね。そう、で、めっちゃでかい。白っぽい匂い。そうです、そうです、そうです。多分ドンキどこでも売ってるけど、あれやめた方がいい、多分。あ、あのクレーム来たらごめんなさい。でも、多分ね、肌ツルツル。いつもなんかそれで洗ってるからじゃないけど、なんか毎回肌綺麗だねって言われる。でも、そう、イカ臭かったらどうしよう、ちょっと匂い嗅いで。はい。本当に、だってあれね、どんどんなくしたいから、本当にね。でもあのね、あれおすすめですよ。豆乳イソフラボンの洗顔、あれ洗顔、それでずっとやってるからかもしんないけど、毎回初回つくたびにほんと肌綺麗だねって言われる。なんかしんないけど女の子っぽくてっていう、毎回言われるから、ほんと豆乳イソフラボンみんな買ってください。はい、それがいいんですね。そうだから本当に、じゃあ僕あの最後にさっき言ったんですけど、あの僕のいらないあのトレーナー系欲しい人と、あとスヌーピーのケトル欲しい人 LINE ください。本当に絶対あげる。そんなくだりありましたね。あった、もういらない、本当にいらないから LINE ください。欲しい人ケトル、ケトルなんとあの初回で3000円であげます。初回3000円、明日ね、売れんす、初回3000円。そう、うん、あのニコ生見たよ言うて、あのあれしてくれれば、そう3000円って、あの初回の3000円ね。そう違う、僕には入んないよ。そうだから、そういう感じで、じゃあ来週何にします？来週の話、話題下ネタはもう終わったから、そうですね、ちょっと最近のじゃあ趣味にしましょう。趣味の話、最近の趣味の話、無難にクソつまんなかったね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。最後の持っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだこと何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに街で僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を